ADHD の子どもの対応法を知りたい、こんな思い持っていないでしょうか。今回はですね、僕が中学校の教員をしていた時に、クラスとかね、学校の中にいた ADHD の子、何人かいたんですけど、そういった子たちの特徴と、あと対応法ですね、僕が行った対応法についてお話ししていきたいと思います。これが対応法の全てではないんですが、お子さんがですね、実際に ADHD 傾向がある場合、今回の対応を意識していただくと、よりね、お子さんがね、落ち着いたりとか、あとは子供と無駄にぶつかることがなくなったりするっていうことがあるので、そういった意味でもね、参考にしてみてください。また、やり方間違えると本当にですね、 ADHD の子は結構カッとなりやすいっていう特徴があるので、本当にね、ひどい喧嘩とかにもなりかねないので、そうならないようにね、注意もしてください。はい。で、まず最初にですね、実は僕自身がそもそも ADHD のグレーゾーンです。グレーゾーンって言っても本当に幅が広いのでね、ひどい子もいれば、軽い子もいるんですけど、僕はね、昔は結構重かったんですけど、年齢が経つにつれてだいぶ良くなってきたっていうのは多分状況かなと思います。で、なんでそういったことが言えるかっていうと、昔はね、こうやって ADHD って言葉、自体があんまりなかったので、当時はね、そういった風に言われることはなかったんですけど、今振り返るとって感じですね。なぜなら、まず小学校の頃、僕は授業中にね、座ってられなかったんですよ。で、先生からよく叱られていて、例えば、家庭訪問とかね、個人懇談会の時に、うちの親も毎回怒られていたんです。いつもね、こうやってフラフラ歩いてますよって。もうこれ完全に ADHD の特徴ですよね。とか、あと、今でも結構、机の角とかに足をよくぶつけるんですよ。これも、不注意っていう ADHD の特徴の一つです。あとは、もう自分自身ね、本当にじっとしていたり、待つっていうことが苦手で、例えば30分待つってなった場合、何もせずにぼーっとするのができないんですよ。だからもし待つってなったら、とにかく何かやることを探さないと落ち着いていられません。だから言ってしまえば最近はスマホとかがあるのでね、まだ待つことできるんですけど、それがなかったらかなりきついなと思います。あと本当に突然どこかに行きたくなるっていうね、のもありますね。衝動的なね、衝動性の一つなんですけど、で、当時のね、僕の生徒や、あとは同僚ですね、同じ教師仲間にも、ADHD のグレーゾーンの方はね、たくさんいたかなと思います。はい。で、実際じゃあ教え子はね、どういう特徴があったかっていうところですね。いろんな子がやっぱいたんですけど、それぞれをね、ちょっとまとめて、抽象的にお話をしていくと、まずやっぱ授業中座ってられない、突然廊下に出てしまうっていう、これはね、すごくわかりやすい特徴ですね。もちろんね、本当にたまに先生とぶつかって廊下に出るってことはね、これは別に全然 ADHD とかではありません。ただ、1日1回以上ね、授業中座ってられなくて廊下に出てしまうんだったら、ちょっと可能性としてはあるかなと思います。あとは、そこまでひどくなくても常に後ろを向いて喋ってしまう子っていますよね。これももちろんね、授業がわかるわからないとかそういった面もあるっちゃあるんですけど、基本的にはもう落ち着きがなくて、キョロ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 してしまうっていうのは、少なからず ADHD の傾向があるかなと思います。あとは、カッとなると止められない。いわゆるね、ほんと一回火がつくと止められないっていうのも結構この ADHD の特徴ですね。実際に僕の教え子でもね、こういった子はいました。あとは忘れ物をするっていうのもね、あります。これも、他のこと、忘れ物はね、人間誰でもするんですよ。ただ他の子と比べて極端に多い忘れ物をする子は、やっぱ ADHD の傾向がありますね。僕の教え子でも、やっぱりその ADHD 傾向がある子は、今回紹介した4つの特徴のうち、3つとかは結構当てはまっている子が多かったかなと思います。ただ、ここでのポイントはですね、ここまで読むとすごくね、悪い子のように思えるんですけど、これはあくまでもこの一面なんですよね。実際にいいところもたくさんあって、例えば性格がすごく良かったりとか、あとコミュニケーション力がすごく高くてね、友達が多かったりとか、あとクラスでも人気者だったりするっていう子もたくさんいました。だから ADHD が全部悪いっていうわけではないので、その点はね、ちょっと意識しておいてください。じゃあ実際僕はどのように対応していたかって話なんですけど、まず、このね、授業中座ってられないっていう特徴ですよね。毎回毎回ではないんですが、本当に辛そうな時は、僕が直接ね、その子に声をかけて、ちょっと別室で少しね、30分とか15分とか休ませるってことをね、結構しておりました。で、これは、あんまりやりすぎるとその子の授業機会を奪っているってことになるので、これはこれで良くないんですよ。ただ、親のね、ちゃんと許可を得た上で、こういう時はこういう対応しますねっていうのを許可を得ていれば、別に僕は問題ないかなと思っていて、なぜかというと、そこでね、結局授業中
歩き回ったり他の子に喋りかけたりっていうのを続けてしまうと他の子に迷惑かけちゃいますよね。やっぱこれはこれで良くないと思うんですよね。うん、だからまあその子の授業機会をね、あんま奪わない程度に、あんま奪いすぎない程度にちょっと別室で休ませるってことをね、結構やっておりました。はい。で、あとは重要な提出物などは個別で連絡するってこともやっておりましたね。うん、まあこれは忘れ物をよくするっていうと特徴があるんですけど、別にその子が悪いっていうよりも、あくまでもやっぱ ADHD の特性で忘れてしまうんですよね。うん、なので、まあ個別にね、その子の連絡先とかはね、親の連絡先を聞いておいて、重要な連絡物がある、提出物とかがあるときはね、個別で連絡をしておりました。ちなみに僕自身が中学生のときは、さすがにそこまでする先生いなかったので、僕はもう常に手に書いていましたね、大事なものは。うん。まあだから手が常になんか文字だらけみたいな状態だったんですけど、まあそういう感じで自分で工夫をしてもおりました。はい。で、あと、カッとなった時は落ち着くまで別室で休ませる。うん。まあ、これは、もうカッとなっている以上、もう授業どころではね、そもそもないので、もうそうなった時は仕方がないので、落ち着くまでは別室で休ませるってことをね、していました。あとは、授業中はね、話題をたくさん振って、授業に関する内容を話せるようにするってことも結構しておりましたね。っていうのは、まあ、授業中ね、なかなかこの、後ろを向いてしまったりするってことが多いので、そうなると他の子に迷惑がかかっちゃいますよね。だから、あえてその子に話題とかを振って、その子が授業に参加できるような形でしておりました。そうすると、後ろを向いて喋るんじゃなくて、まあ、教師である僕と喋るっていう意識になるので、まあ、一応意識がそっちに向きますよね。うん。あと、まあ、一応話しているわけなので、まあ、ちょっとだけね、気持ちも楽になるかなと思って、そういったね、こう、配慮をしておりました。うん。で、結果的にどうなったかっていうと、まあ、基本的にほとんど、ちょっと何人中何人とかいう言い方はわかんないんですけど、まあ、ほとんどの子は多分ね、志望校に合格できたかなと思います。うん。まあ、僕が1年生、2年生の頃に担任をしていた子とかだとね、さすがにちょっとわかんないんですけど、受かったかどうかね。うん。基本的に3年生に、担任してた子は、しっかり合格できていました。はい。なので、ちゃんとね、サポートしていけば、本当にね、ADHD でも問題なくね、うん、社会に出ていけますので、大丈夫かなと思います。はい。で、こういったような対応方法の基本はですね、僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、動画の右上もしくは概要欄から読むことができます。この中で詳しくお話ししておりますので、もしまだ読まれてなかったらこちらも参考にしてみてください。